白土鎮は、大韓民国の政治家、公開道出身、第4.10大国務総理、第8.10国会議長などを歴任した。1934年旧正東京商科大学を卒業して、朝鮮銀行に入校、理事にまでなった。独立後も韓国銀行理事を務め、1948年に、外市長、長官、1951年財務部長官に就任。 この時おもしどる事件への関与で野党から追及を受けるが、これを切り抜けて1952年に財務部長官兼務のまま国務総理代理となり、同時に米韓合同経済委員会の代表を務める。翌1953年に正式に国務総理となった4月革命後の国会議員補欠選挙に出馬、当選して政界入りするが、直後に5.16軍事クーデターが勃発。 その後民主共和党結成に加わり、1968年には日韓協力委員会の韓国側の会長を務めた。1970年に再度国務総理に就任し、1971年に国会議長に選出。維新体制成立の後、1973年に維新声優会委員長に就任しその確立に協力。 1979年に再度国会議長となる。しかし前都間政権下では公職に就くことなく、新民主共和党が結成されると、同等上任顧問となった。ありがとうございます。